幸い原グラフィティは、河合誠による日本の4コマ漫画作品。公文社の漫画タイムキララミラク2012年3月号から2016年11月号まで連載。単行本は全7巻。TBS テレビ、BSTBS 他にてアニメが放送された。タイトルロゴには、ハッピークッキング、グラフィティという英語の題名が併記されている。 とある事情により一人暮らしをしている女の子、町小龍。ある日、おばであるミンヌ頼みにより、毎週土曜日だけ、鳩子の森のキリンを自宅アパートに泊めることになった。リョウやキリン、予備校でシリアシーナなどと共に食事を通して、温かい関係を築いていく、お食事4コマ。メインキャラクター3人は同い年であり、連載開始時は、中学2年生。連載終了時は、 高校3年生大学1年生。2014年6月16日発売の漫画タイムキララミラク8月号にてテレビアニメ化が発表され、2015年1月より3月まで TBS テレビ毎日放送、CBC テレビ BSTBS にて放送された。漫画タイムキララミラク連載作品のアニメ化は桜トリック以来1年ぶり通算2作目である。 キャッチフレーズは、さあ、幸せが動き出す。TBS、MBS、CBC では、字幕放送を実施しており、両のセリフを、黄色、キリンのセリフを、水色、シーナを含む、その他のキャラを白色で表記している。前編通して話し数表記は、一品目、二品目などで統一し、サブタイトルは、ほかほかや、じゅわ、などの擬音が用いられている。 総監督の新抱明幸や監督の竜林直幸をはじめアニメーション制作を担当するシャフトの過去作品ニセコイのメインスタッフが本作にも名を連ねる。本作では岡田まりがシリーズ構成全話脚本を担当する。メインキャラクター3人が高校に合格するまでの約1年間を全12話のストーリーで展開される。 原作2ヶ月分のエピソードを1話分にまとめる構成となっている。岡田は最初に思い描いた想像図からブレにくいところをメリットとしている。このほか本作では原作から展開を変えており、そうなった場合一人で書いた方が対処しやすいということで、岡田の全話脚本が決定した。シナリオ会議で総監督の辛抱が前話のフォーマットを作ろうという提案をし、 印象的な部分のポイントを決めた後は、基本的にすべて岡田が構成する。アバンタイトルでその話数のメインとなる料理を登場させるほか、その部分に限り画面比率2.35、1で制作している。さらには、出会いと別れの象徴として、よく駅が描かれる。各話のラストは両がリンを見送ったり、シーナが通りかかったりするなどの駅のシーンで終わる。 キャラクターデザインは、牛尾月和也が務める。体のシルエットはシーナを、すべての基準としている。量はデザインするにあたり、辛抱から、骨太にという指示を受け、原作よりも大人っぽくデザインしている。飯デザインは、伊藤義明が務める。飯は一つの料理に対して2.3人で担当しており、料理、最初に伊藤が描いた設定に対し、 色彩設計の渡辺康子が美味しそうな感じの色合いに仕上げ、何度かディスカッションをして、辛抱に提出するという流れだった。それを撮影監督の合図高之が湯気や光物の具合を工夫して撮影したとのこと。標準的な日本のアニメの作画は3コマ打ちだが、本作では2コマ打ちで制作しているため、通常の作画の1.5倍の動画数となる。また、 食事シーンは古駒内で制作している。線の量も多い上、料理自体も3.4枚セルを重ねているので、原画、動画ともに手の込んだ作品となっている。シャフトが手掛けた作品としては、カット数が少なく、長回しのシーンが比較的多い。音響監督は亀山俊樹が務めており、食事をする演技に重要視してキャスティングした。 両役の佐藤里奈は辛抱が、キリン役の大木アスカシーナ役の小松美加子は、原作者の河合が、両のおばあちゃん役の久保田民家は、岡田による推薦で決定した。オーディションをするにあたり、亀山は、オーディション原稿に3.4種類料理を指定して、それを食べる演技を頼んだ。美味しそうに食べる人がいいというのが大前提であり、そこから、両役なら、っぽく食べる人、 キリン役なら勢いよく食べる人といった具合に、ニュアンスが出るキャストが良いと語った。役者からの提案はできるだけ受け入れるように、心がけたとのこと。TV アニメ、幸い原グラフィティプレゼンツムネやけのタイトルで、響きラジオステーションにて配信された。2014年12月26日に、プレ配信が開始され、翌年1月9日から4月3日まで、 毎週金曜日に更新された。パーソナリティは佐藤里奈、大樹安香小松美加子が務める。番組ナレーションは西安香が担当する。また、エンディングテーマ発売記念番組として2015年2月13日より大樹安香がお料理作ってみた。全3話を YouTube で毎週金曜更新で配信。過去にアニメ化された。 漫画タイムキララ関連作品同様、映山電鉄とのコラボレーションが本作でも実施され、ラッピング電車の運行、及び記念乗車券の販売が行われている。ありがとうございます。